スルアン島は、フィリピン東サマル州、ギワンの島。レーテワン東方、フィリピン海溝の西に位置する。この島は、フェルディナンド・マゼランのアルマダ号の最初の停泊地と、みなされている。1521年3月17日、マゼランは98日の太平洋横断航海の末にこの島で怒りを下ろした。サマール島やミンダナオ島が彼らの最初の、 上陸目的地であったが、マゼランは安全対策として闘病場所に、住民の少ないであろうより小さな島を選んだ。ローレンス・バーグリーンの書籍オーバー・ザ・エッジ・オブ・ザ・ワールドによると、彼らはスルアン島に向かい、数時間の休憩のために怒りを下ろしたとされる。彼らが次に怒りを下ろしたのは、保門本島であり、そこで現地住民と数週間を過ごし、最終的に、 リマサワ島に向かい、1521年3月31日に、そこで初めて、キリスト教のミサが行われた。島の名は、夜釣りで使われていた地元の言葉で、笑い語で灯火を意味するすらから来ている。地元漁師にとって、灯火を持つ人々を意味する言葉である。第二次世界大戦においては、連合軍が最初に、日本から奪還した、フィリピンの地となった。 1944年10月17日、米第六レンジャー大隊がディナガット島、ホモンホン島、スルアン島に上陸し、マッカーサー率いる本隊が、レーテ湾に進む上での入り口を確保している。レーテ島への上陸はその3日後のことであった。東サマル地方は、太平洋の台風シーズンに、熱帯性暴風雨に見舞われることが多く、多くの場合90%もの暴風雨が、 スルアン近郊を通過する。2013年11月8日には、スルアン島は、ギワンへ向かう前の台風肺炎の最初の被害を受け、サマール島との流通が停止し、経済だけでなく住民生活にも甚大な影響を与えた。住民の生活を再建するために、国際機関が大規模な支援を行っている。ありがとうございます。